皆さんこんにちは。コモディティインテリジェンスの近藤でございます。今日も金と原油についてお話申し上げます。最初に金についてお話しいたします。今日は金とビットコインの関係を、ビットコインについて皆さんあまりご存じないかもしれませんので、金との関係に通じてビットコインの解説もいたします。ビットコインの価格は異常に今高くなってまして、二度目のピークを迎えてまして、515万円になってます。昔は、そうですね、去年の終わり頃には、100万円ぐらいだったんですかね。ですから5倍になってまして、非常に、注目を浴びているところでございます。テスラの、イーロン・マスク、CEO ですね。も、15億ドルですね。1500億円の余剰資金を、ビットコインを買ったということなんで、それに対して批判がいっぱいありますけれども、まあ、そういう経緯もあるんでしょう。1500億円をビットコインにつぎ込んで、当然、それによってビットコインの価格は上がりましたけれども、売り抜けられますかってのは問題ですね。こんなに大金のビットコインを、プロフィットテイクをするためにうまくできま、売り抜けられますかねっていうのが非常に私にとっては疑問でございます。その他、世界の金融機関がビットコインを投資の対象として検討しているっていうのが、いろいろありまして、もうすでに JP モルガン、メロン、ドイツ銀行といったところはもうすでに参入しているということでございます。モルガン・スタンレーが仮想通貨として参入するというのが2月14日ですから、昨日の新聞で出てました。もちろんこれはコインポストですから、いわゆるビットコインを宣伝する側の記事でございます。またテレ朝のニュースでは、インド政府がビットコインの使用を全面的に国内では禁止するという方針を打ち出しました。反対の動きですね。外資国為替の取引もビットコインではできないということになっています。さて、金とビットコインの暗号通貨とは、ここでは言ってる、クリプトスという英語の名前、英語ではクリプトスって書いてありますけれども、ビットコインを含みました暗号通貨と略します。暗号通貨と申し上げます。さて、この暗号通貨、過去1年の上昇はとても注目を浴びておりますと。これが金との投資と同一視されることもありますと。非常に似ているところはありますけれども、この論文では金とは暗号通貨とは別物ですよということをこの論文では述べておりまして、それについて日本語で解説いたします。まあ、一つは金の需要は多彩でありまして、宝石用とか、まあ、投資用だけではないと。ビットコインは投資用だけですよと。投資用以外にコインをもらっても使い道がありませんと。金の場合は半導体になったり、宝飾品として首飾りになったり、イヤリングになったりしますよと。ことですね。暗号通貨の供給と所有は、まあ、後で出てきますけど、中国の5つのビットコイン、暗号通貨の、マイナーですね、が集中していますよ、ということでございまして、暗号通貨はリターンを通じてパフォーマンスには貢献してきたけども、リスクがありますよ、ということでございます。それは後からご説明します。金は流動的な、大変流動的な資産で、米国債と同じぐらい、まあ、いつでも、どこでも、世界中どこでも、換金できますよ。その国の通貨と交換できますよというか、価値がございます。これは毎日ですね、非常に、米国債と同じぐらいの規模の取引が世界中で、主に銀行間取引で金は売買されております。それから最後に規制の枠組みが暗号通貨の、先ほどインドの話が出ましたけれども、暗号通貨を使っちゃダメという政府が言い始める可能性がこれからもありますと。ということでございまして、
まあ、マネーロンダリングなんかで暗号通貨で買って、暗号通貨を誰かに送って、そのパスワードを送ればですね、受け取った人がそれで換金できるわけですね。それは匿名性を秘めた名前のない、資金の移動になりますから、マネーロンダリング、洗浄するときに、有効でございます。金とビットコインの共通点と言いますと、供給が限られていること、まあ、紙幣の代替通貨としての役割があることっていうことが言われておりますと。しかし、これは単純化されたことで、暗号通貨の根本的な違いを見逃していますと。金は、投資と実物の二面性を先ほども言いましたけれども、宝飾品、工業品、投資用は、暗号通貨も同じですが、中央銀行の購入のような、まあ、四つの主な需要がございます。ということで、実需っていうのがあるわけですね。コインは使えません。ということが、ここで言いたいところだと思います。宝飾品は金の、当然ではです。今言ったことと同じでございます。いろんな金はいろんな実需がありますよ。ということが、暗号通貨と違うところだと書いてありまして。さらに、金の投資の、要件としまして、投資にとって金はとても都合の良いものであるということは逆相関するってことですね。ですから、株価と逆相関、株価が大きく下がってゆっくり下がるときは関係ないんですけれども、大きく急落するときがあります。そういうときに金は大きく上がることがございます。まあ、去年の場合は金も株価も両方一緒になって上がってきましたので、過去最高値を金が一方的につけたわけではなく、株価の方も3万ドルを超える非常に値上がりはしておりますので、両方とも上がる時期もありますが、株価が急落した時に金だけが上がるということは過去形ではたくさんありました。ということで、金をポートフォリオに入れておくと分散投資の効果が、つまり逆相関した時に、金だけ儲かってトータルの損失が補填されるということがヘッジとしての機能でございます。暗号通貨は投資用のみでございまして、下に書いてありますが、三角形のところはございますが、一部の暗号通貨はスマートデジタル契約の応用技術として購入されているかもしれない。まあ、これもちょっとよくわかりませんが、いわゆる、先ほど言ったマネーロンダリングですね。工業用ですからね、違いますね。工業ですから、まあ、工業用にデジタル通貨を使う応用技術の研究みたいな、マイニングですね。この独特の基調の仕組みがございますし、そういったものに突っ取って、工業用に、応用しようということがあるかもしれません。ということが書いてありますね。まあ、デジタル、暗号通貨はデジタル通貨です。類似点としては希少性でございます。希少性はどちらも少ないんですけども、ここのグラフの一番下のグラフにありますが、金の地上在庫の伸びはほとんど伸びてません。ところがビットコインの在庫は毎年 3% 近いベースで増加していますということが書いてあります。マイニングされたビットコインというのは、新しくマイニングというのは新しく発行されるんですね。ビットコインの量は、これは計画的に決められてまして、最後の年にはもうゼロになるというふうに、そういうような計画で、マイニング生産というか、まあ通貨の数が増えていくことになってまして、その増えていき方はどんどん少なくなるということで、価格が上がるという仕組みになってます。ですから、まあ、在庫はたっぷりあるってことが、このグラフでは言いたいことだと思います。暗号通貨は増殖する可能性がある。今、ビットコインを一つの例として挙げてますが、実は1万以上の暗号通貨ってのはありまして、他にも毎日新しい暗号通貨が発行されております。そういったものは、まあ、皆さんの目にはなかなか届きにくいかもしれませんが、それなりの、まあ、相場を持って、取引はされておりまして、希少なものはどんどん価格が上がるという現象も起きております。
ただ、それも、どこまで届くかは、みんなが買えばですね、人気があればたくさん上がってきますが、人気が落ちますと、つまりビットコインみたいに有名になりますと、結構取引は大きいですが、無名なやつが1万以上あるわけですから、そういったものを暗号通貨として買った場合は、なかなか価格も上がらずに、売るときにも売れないという流動性の問題がございます。毎月、毎日ですかね、数年前に発行されたビットコインキャッシュっていうの別の名前のビットコインによく似たものもございますし、様々なビットコインのスピンオフ、フォークと言われますけれども、いわゆる変形的なビットコインそのものではないけど、名前が似ているものがどんどん発行されております。ビットコインのマイニング、マイナーですね。これは中国の5つの事業体であると、ここには書いてありまして、全体の5割を支配していますと。もちろん世界的に他にもたくさんマイナーはいるわけですが、新規の発行体は中国の5つのマイナーが作っているところだということでございます。ここでも中国が、世界一になってますけども、もともとこれ、日本人じゃないかとも勝手に言われてますが、誰もわかりません。ビットコインを作った人はよくわかりませんが、いずれにしてもなかなかの天才で、本人はもう、はるか昔に億万長者になっていると思われ、名前は明かされません。金の場合は世界最大の保有者ってのはアメリカの財務省で8300トンも持ってますけれども、それでも全体の 4%、15万トンぐらいある在庫の 4% 程度しかないということでございますと。ですから非常に分散化されている、金っていうのはたくさんの保有者が世界中に散らばってますが、ほんの一握り数千人からほんの一握りの主要な参加者に、が保有しているだけのものでございます。本当に数えるほどのものであり、規模が全然違いますというのがここで言いたいことじゃないかと思います。ビットコインのわずか 2% が全コインの 95% を保有している。ですからビットコインを、の500万円という1枚あたりの価値は上がってますので、それをたくさん持ってる人は当然数億円、数百億円の、この間、ニュースで出てましたけども、ビットコインが500億円になった人は、ビットコインを下ろすためのパスワードを忘れちゃって、今3回やって4回で終わりになっちゃうと。4回目の自分で作ったパスワードを、何だったかを思い出そうとして一生懸命していると、パスワードさえ分かれば500億円で売却できるのにというニュースがございましたが、そのように、コンピューター上で保有しているものでございますから、パスワードを忘れちゃいけませんということでございますが、これは余談でございますが、ビットコインの保有者のわずか 2% は全体の 95% を保有していると。ですから、流通が少ないので、それだけ価格上がっていると。見せかけの価格上がってきて、それをうまく利用して、安く買って高く売れれば、当然ビットコインは良い投資になります。ただ、500万円のものを買って、5000万円になるかっていうと、ちょっとわかりません。10倍にはなるかどうかは私はわかりません。過去の歴史で言いますと、ここの緑色の右下のグラフでございますが、緑色の保有者ですね。1秒間あたりのユーザー数ですね。ユーザー数に対して、ユーザー数が増えてきたら価格上がりまして、ユーザー数が誰かが売って売却をたくさんしますと、我もと売却しますと価格は急落すると。こういうことを繰り返してますよということでございます。当然ですね。昔のオランダのチューリップでもそうですし、希少価値だと思われるところで価格が上がるわけですから、希少価値が下がれば価格は下がります。ビットコインは2020年、去年だけで4倍になる、過去2倍、2年間で9倍に上昇していると。
これらを受けて一部の機関投資家は検討していますと。しかし、こういうように、たくさんの人たちが買うと、急落のチャン、まあ、その、価格が急落するリスクが増えてきますよということを警告しております。まあ、リスクがございまして、つまり 2.5% 以上の損失を出した、回数がですね、S&P やナスダックは平均12週に1回だけ大きなリスクがございますと。2.5% 以上急落することがありますと。金の平均は13週に1回ですと。これに対して4週に1回ビットコインは急落していますと。で、急落するか、か、あの、回数が非常に多いということですね。その時の急落した時のリスクは1万ドルあたり1382ドルで、VAR という、仕様では、9.9% ですね。9.9% の割合で 2.5% 以上、チャンスを出して、最大損失が1300ドルだと、1万ドルの 13% でしたということですね。これに対して金は290ドルですと。まあ、1万ドルに対して、1% で200ドルです。100ドルですから、2.9% ですか。2.5% 以上下がった割合も 2.2% で、まあ5倍ぐらいの違いがございますよと。ボラティリティも 9.9% ですから、まあそれだけ売るのに売れなくなる可能性があって、金の5倍の、ボラティリティ、ごめんなさい。ボラティリティは高いってことですね。ボラティリティは高いから、上下の幅が大きく変動しますよと。上がったり下がったりは激しいですよということですね。そういうことが書いてあります。過去の統計です。これはビットコインが赤い棒で縦も棒になってますが、これはボラティリティのようでございまして、金のボラティリティはここですね。2021年はここですね。ナスダックと S&P がこういうグラフになってます。圧倒的に、ボラティリティが高い、つまり変動が大きいということですね。右側のグラフは、相関関係は金との相関関係は低い 0.5 ですから、無相関。ここの一番高くても 0.6 ぐらいですから、全く相関はないですね。ここは 0.6 ですから、どちらも 0.6 ってのは何とも言えないところですから、金と、ビットコインは科学的には無相関ですと。ですから、両方を買っても意味はないですよと言うんですが、過去形ではビットコインを、と金と両方入れた場合は若干、良くなってるよということが書いてあるんですが、どっかに書いてあります。まあ、ここに書いてあるのは、逆相関するのが、金の場合は、特に株価が急落した時に逆相関になって急騰しますという性質がございます。株式市場から逃げ出した資金が金を安全資産として購入して、そこへ一旦逃避するという、そういった仕組みがございますので、まあそこで金の価格が上がるから分散投資で有用であるということですが、ビットコインにはそういった関係はありませんということですね。傾向は見られないと。暴落した時には上昇する傾向があって、これがそこのところですが、こっちがナスダックが下落した時ですね。こっちが右側のグラフで、下落した時に金の価格は上昇していますよと。上昇の割合はこっちの方が大きい方ですね。逆相関の割合です。こちらは、あんまり相関はなりません。つまり、そんな、ここのところはすごい逆相関になってますけど、逆相関が半分マイナス 4% で高い収益が出てますが、それらのところはほとんど収益はこの線のライン上ですから、まあ、金もそうですけどね。そんなに大きく、こっちの上の方が多いってことですかね。上の方はそんなにないということですね。ということでございます。ビットコインを入れてもリターンが向上するとは限らない。金を入れると、ポートフォリオのリターンは改善するということが今まで言ったことと同じでございます。
ビットコインを、ちなみにビットコインと金と両方をやってみたらところは、ビットコインを少し入れた方が、ちょっとリターンが上がったよという過去形のデータがございましたと。そうですね。ですから、まあ、若干、なんていうか、胡椒のように少しビットコインを入れるといいかもしれませんということは、ここに書いてあることでございます。ビットコイン 2.5、金 1% が 10% の配分を行った場合、同じリスクの調整後リターンが、だからリスクが、改善されると、まあ、金のためにリスクが改善されるんですが、ビットコインのプラスの方が出てきますよと。もちろん、過去形でございますので、ビットコインが価格が上がったってことを前提に、ビットコインを入れてますから、こんなことは、価格が上がったものを入れれば同じような結果にはなるんですけれども、まあ、参考までに、ということですね。ビットコインの最大ドローンダウンはかなり低くなっていると。ビットコイン 1%、ビットコイン、これは、パフォーマンス、上の方がパフォーマンスでしたのは、ドローダウン、つまり、まあ大きな損失ですね。ビットコインをたくさん入れた方が損失が小さくなるということは言えてます。まあ、ビットコインそのものも、まあ、上がってきたから、ビットコインそのものは利益が出てるわけですね。ですから、まあ、当然そういった良いものを入れれば、損失は少なくなりますよ。良いものってのは関係で良いものですから、まあ、これから良いかどうかは分からないってことですけどね。金の割合を多くすることができるかもしれない。ビットコインを少し入れますと、Facebook や Amazon.com や Apple の、7.5% の投資割合としたと同じ、リターンがもたらされることが分かったと。だからこういったハイテク投資と同じであると。1% の投資で、これ 7.5% の同じ効果が得られましたと。ですね。これも過去形の話ですから、あくまで、ビットコインが高くなったという過去の事実を元にして作ったものでございます。金の流動性が投資家のリスクの管理をサポートしています。金の流動性は先ほど言いましたように、非常に、アメリカの10年もの国債と同じぐらいの、流動性。一部ではアメリカ国債よりも高いと言われてますので、非常に毎日の売買が何千億円ですね。で行われているということでございます。まあ、従って金は簡単に出たり入ったりができます。どこでも、どこの国でも、いつの時間でも、24時間取引されておりますので、いつでも金を売却することは可能。どこでも可能でございます。ビットコインの取引量はこのグラフで見られますように、1秒間の取引の量ですが、どんどん少なくなってまして、大量に買った10億、5億ドルなんて買ったね、テスラの社長は抜け出せられないですね。それだけの売りを出したらいっぺんに価格が下がりますし、どうやって抜け出すのかを彼は考えてないんですね。高いから、過去形に高くなったからなんていう、まあ投資の素人ですね。投資のプロってのは安い時に誰も見向きのしないようなものを買うってことが投資のプロでございまして、安い時に買って高い時に売ると。高くなってから買うってのはど素人でございまして、それからもっと高くなるかどうかは全くわからないわけで、逆に高くなったものは下がる可能性が大きく、だんだん高くなってくるということが一般的でございます、ビットコインは市場の流動性に問題があるよということでございます。また規制がだんだん強化されてきてまして、なぜならばっていうと、いわゆるアメリカの米ドルはものすごく現物通貨の 40% を占める取引高がある。ですから通貨発行量は大きいけれども、それと同じぐらいの取引を、4割半分ぐらいの取引高が、ドル円だとかドルを中心とした、通貨の取引はありますよと。通貨取引は一番大きい投資の中の流動性の最も高いものかもしれません。
千八百、まあ、その、トルトリラとかそういうことになると別ですけどね。実際にコインを受け取ってる人は34万ビットしかないと。1800万人が持ってる中で 2% 未満が受け取ったということでございます。ですから、まあ、そういうことの毎日の取引の 2% 未満が受け取っているということを書いてあります。ビットコインのネットワーク、中国の5つあるって書いてありましたけれども、そういったところの持っているコンピューターの容量が10取引以下ですと。例えばビザの取引量は6万5000取引を1秒間でできるけど、10取引ですから、これ、ね、6500分の1の処理能力しかないですよと。大量に一度にビットコインが売られた場合はバンクしちゃいますよということでありますと。まあこれはよく元から言われていることなんで、いろんなことがやられていると思いますが、それに対処はされているかもしれませんが、一番良い対処は並列処理によってライトニングを行うことであるけれども、その場合は並列になればなるほど攻撃される、そこから持ってかれる可能性が高くなっちゃうと。まあ、安全性が低くなりますよと。これまでも何社もビットコインの、コンピュータからコインが盗まれたってことが何回も起きております。ということでございます。政府の規制は強化されてきます。なぜならば、政府は消費者保護と金融政策という二つの面で金融政策を行っておりますが、それに対してビットコインが悪さをするようなことになってくると、ビットコインを規制せざるを得なくなると。で、政府そのものがもうビットコインを真似まして、デジタル通貨を作り始めております。次のページに書いてありますけれども、もうすでに、政府自身が、帳票をデジタル化することを今やり始めてますので、ビットコインに頼る必要はなくなったということですね。したがってビットコインが出てくると余分で非常に迷惑をかかるんで、どちらかというと取り締まる方向に規制が行きそうであるということでございます。中央銀行は元帳のデジタル化を進めてまして、金は様々な市場に、非常に株式市場に匹敵する、プラスの面でも去年最高益を取りましたが、私の、調査では、レポートでは、2000万円を作るのに過去、30歳から60歳、65歳まで、35年間で月2万円ずつ純金積み立てをしてますと2000万円貯まってますが、他の方法では預金を投資していても、株価を毎月、平均価格であるいは何らかの株式を買って買い続けていても2000万円には到達していません。それはその倍率でわかります。35年前の株価と去年の株価を比べますと、去年の株価はそれほどそんなにも上がってはいますけれども、数倍程度でございますので、特に、バブルの時には急落しておりますので、まあ、どこで買ったかが問題になりますが、買った時期によってはバブルの最下点のところで運用を変えますと、結構リターンは株価でもありますけれども、金の場合は純金積み立てのように、ドルコスト平均法で、毎月毎月買ってきますと、平均価格で買え、その時の平均価格で買えますので、結果的には、その時と現在までの真ん中で買えてるわけですね。売るときの値段が問題になりまして、売るときは過去最高値。あるいは大体金の価格が右肩上がりで上がってますから、どこの時点で売っても平均価格よりは高くなってますから、そういったところで2000万円が、月2万円の貯金だけで、貯金じゃなくて純金積み立てだけでできたというのは私のレポートでございました。暗号通貨のパフォーマンスは注目に値するけれども、投資の目的とは、としては金とは全く異なると。まだ発展途上であり、魅力的であるが、まだわからないということでございます。以上で、純金じゃなくて、金と、暗号通貨の違いについてお説明申し上げました。ご清聴どうもありがとうございました。